食われてるところですね、これは。あ、本当ですね。今毛生えてきたんですけど、ここ、うん、前までここ血だらけになっちゃって、うん、かわいそうなんですね。屋根裏部屋にこんなんが捨ててありました。あ、前の住人が前の住人が、そうですね。真ん中も網にするんでしょ。真ん中も網にする。いや、真ん中板にしちゃうよ。板で釘ちゃうの、取り付けるよ。うん、そしたら真ん中に入った鳥はどこからも光が入らなくなっちゃう。真ん中だって二部屋にするつもりだって。光がないと卵産まないんですよ。でそんなそんなこと言ってるんない。とりあえず。お尻見して。ちょっと良くなってきたじゃん。このゴミのような廃材をもらってきたんですか。そうそう、これ片付けてくれって言われて。あ、祭り小屋にちょうどいいやつ。看板なんですね。看板ですね、これ。イタチが入ってくるんですよ。あ、そうですか。そう、冬になると。あ、隙間という隙間を全部埋めないと。すごい大変。やばいっすね。全部殺しちゃうんで。やられたことあるんですか。あ、もう去年、一昨年、一昨年にやって飼っててかなりやられましたね。6羽以上やられて。結構ショックですけど。いいよ。白菜食べてんの。それはダメだな。あ、白菜すごい食べてる。すっごい食べてる。すごい食べてる、みんなですごい食べてる。ダメだよ、お前らは。すげえ食い始めた。おいしいね。うまいけど。こっち行け、ほら。行け行け。あっちにやっちゃう。忘れちゃったね、きっと。白菜のことは。はい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 、もう忘れちゃったね。面白いっていうのが一番じゃないですかね。こうね、東京で暮らしてた、まあその1年半はすごいやっぱつまんなかったし、うん、で休日になったら僕結構山岳会入ってたんで、うん、結構しょっちゅう地方の山にこう登山しに行ってたんですけども、うん、やっぱそういうところの暮らしがね、すごい魅力的で、まあのんびりしてていいなっていう思いはあったんで、まあ、それと比較して今のその東京でのそういう消費社会と比較してやっぱ断然あっちの方が面白そうだなって思いがすごい強くて、で我慢してこういう暮らしをしてるよりももうね、
今若いうちに行っちゃった方がいいやっていうのが 僕自身でしたね。アラスカ旅してる時に、なんだろうな、やっぱ感性がすごいなんかこう取り澄まされたっていうのも一番すごい根本的にあるんですけども、すごい深く自分自身の中こう見つめ直したんですね。それにどういった暮らしをしたいかとか、この生涯を通してどういう生き方をしたいかっていうのをすごい考えて、でそこでこう周りのこう自然風景をこう見て、動物たちを見て、やっぱそういう自然の動物とか植物って本当に、なんだろうな、自分自身に素直っていうかね、もう無理しないで全てが自然体でこう生きてて、そういうのを見てて、やっぱ自分もそういう生き方をしたいなって思って、その中でこうどこに暮らしたらいいのかって考えた時に、やっぱなんだろうな、こう金山の印象がすごい強くて、いやそこに移住しようかなって思いましたね。やだ、美味しいもんな。美味しいよね。ちょ、だんだん。ラーメン。ほんと甘いの。こんなうまいんだ。ほら。食ってる。全部食べちゃうな、これ。かわいい。これ切るの？いや、ほら。一番端ちょっと押さえてて。これ立派な小屋になっちゃった。立派な小屋になっちゃった。予定より良くなったんですか。これ春にぶっ壊す予定なんですけど。これ壊すのもったいないようだね。どれかしちゃった。壊すしかねえ。物置にしちゃっていいんだよ。うん、はい、まあ、2年半暮らしてみて、はい、どうですか、理想と現実。まあ忙しいですね。本当に休みがほぼないような毎日で、でまあそれが本当面白いですね。もうせかせかこう働いてというか動き回って、やっぱこういう地方、まあ、田舎暮らしっていうのはすごいやっぱり忙しさが一番ですね。でやっぱなんだろうな、まあ暮らし方なんですけど、僕みたいにこう薪ストーブとか、ね、そういう田んぼとか畑とかそういうの積極的にやってるん でどうしても薪の準備とかしなきゃいけないし、田んぼも畑もやんなきゃいけないし、やっぱそういうのになるとやっぱ体力がすごい大事だなと思ってますね。でやっぱそれにはやっぱ若い体が動く若い時期にこう田舎に来ればもうなんだろうな、体力フルにこう使っていろいろできるんですけども、やっぱ定年退職して移住するってなると、やっぱそれなりにこう体力も落ちてくるだろうし、気力もねこう落ちてくるだろうし、やっぱそういった面じゃ若い時の移住の方がいいかなって僕自身すごい痛感してますね。今移住できてよかったなって思ってますね。
今はどこ住んでるんですか。今は若松。あ、じゃあ半分地元みたいな。そうですでも飯山さんに会うまでは全然分かんなくて。ここ若松とここでも全然違うもんですか全然違いますねもうここ知ったらもう若松シティみたいな。あ、本当ですか。都会ですね。あ東京の人だけじゃないんだ憧れるのは。たまたまですね、出会ってしまって引きつけられました。生まれも育ちも。生まれ育ち若松で。あ、そうなんですか。あ、でたまたまインドでユーマさんと会って。あ、インドだったんですね。聞きました。すげえ人がいいなと思って今年の6月ぐらいに遊びに行ったのが最初で、そこから通っては。やっぱり会津若松出身なんですか。いや、山梨県出身ですね。山梨県。ここでじゃあ知り合ったんですか。あ、星くんですか。はい、星くんとはここですね。まあ、なんか山梨出身なんですけど、あの北海道に8年ぐらい住んでて、で、まあ、今年の春にあの北海道を出て、はい、新たな移住地を探そうと思って、まあ、岡山まで行ったんですよね。岡山もすごい良かったんですけど、まあ、北海道から岡山の間のいろんなこう通り過ぎた地方が気になって、でその中で、まあ、温泉巡りも始めて、でなんかいろんな温泉行くと自分の好きな泉質というかが見えてきて、まあ、とりあえず炭酸泉と、あと鉄分が豊富で、あと塩分もあるみたいな温泉がいいなって思ってるところを、あの旅の途中で出会った人に、もうその鉄分炭酸塩分、全部一個のお湯に詰まってる温泉があるよみたいな聞いて、でこの金山町の温泉入りに来たんですよね。北海道出た理由が雪が大変だなと思ったっていう、だからあの南の方西日本行こうと思ったんですけど、もっと大変じゃないですかそうなんですよ。結局こんなとこ、こんなとこっていうかね、あの、まあ、そう温泉入りに来たつもりがその移住地探しじゃなくて、まあ、なんか来てみたら、あ、ここ住みたいなってなんか初めて思って、その旅の中では、まあ、景色とか人とかね、その雰囲気とかいろいろあって、なんでここかっていうのは分かんないですけど、ピンときたというか、なんだかんだもう2ヶ月ぐらいいるんですよね。あ、そうなの。はい、え、居候してるわけ2ヶ月。そうですね。でそのゆうまくんとかも家探し手伝ってくれて、そう家見つかるまでなんかここで粘ってこの集落に住みたかったから、で2ヶ月ぐらい粘って最後の1軒がダメだったんですよ。で実家の方帰ろうと思って、まあ、帰ってる途中に、あ、なんか借りれそうな家が出てきたって、まあそこなんですけど、でまた戻ってきて、貸してもらえそうな流れなんで、うまくいくといいなって。